こんにちは。今はトマトがとっても美味しいです。今回はトマトを盛りだくさんに使った冷製パスタを作っていきたいと思います。隠し味にまた最強な調味料を使っています。では作っていきましょう。今日の基本の具材はトマト、新玉ねぎ、鶏むね肉です。まず下ごしらえですが、鶏むね肉をそぎ切りにし電子レンジで加熱します。加熱した時の肉汁も旨味になりますので、そのままシリコンスチーマーに玉ねぎのみじん切りを入れていきます。ここでまた登場するのが浅漬けの素です。今日は昆布だしの味の方を使ってみました。浅漬けの素とオリーブオイルをそれぞれ適量入れ、かき混ぜてからしばらく味をなじませておきましょう。具材に味をなじませている間にトマトの準備をしますが、今日は湯むきで皮を剥いていこうと思います。では湯むきしたトマトを一口大に切り味付けをしていきましょう。まずトマトにも塩コショウとオリーブオイルを軽く混ぜ合わせます。ここで先ほど浅漬けの素に漬け込んでいた具材を入れ、さらに混ぜ合わせていきましょう。最後にニンニクで風味付けをし、これで冷たいトマトソースの完成です。それでは茹でたパスタを冷水で冷やし、水気を切ったら盛り付けていきます。そして冷製パスタの茹で時間ですが、茹で上がりを水で締めるためにアルデンテではなく表示時間よりも 1,2 分長くすることが美味しく仕上げるポイントになります。では完成です。お好みですがカルシウムたっぷりのパルメザンチーズを振りかけてお召し上がりください。夏の野菜と思われているトマトですが、実は高温多湿に弱く涼しい日差しを好むため、一番美味しい時期は春から初夏、または秋から初冬になります。ぜひこの時期に栄養たっぷり旬の美味しいトマトをたくさん取り入れていただきたいと思います。今回は以上になりますが、最後までご視聴いただきありがとうございました。